はいえー、皆さんこんこにちは、えー、今日はですねこちら、えー、ご覧いただいている、えー、ソニーのね 50mm のフルサイズ用の1.4のね、えー、大口径単焦点レンズ SEL50F14Z について軽くお話したいなっていうふうに思います、えー、私ね 50mm の焦点域っていうのは今まで、えー、星関係でもね結構追っかけをやってまして、えー、あれやこれや特価引っかい、えー、買っては売って で、手に入れては星を取って周辺像どうかとかね。まあそのあたりを試して満足できず違うやつに交換してとかっていうことをやっていまして。50mm っていうのは結構ね、気になる存在で、ソニーから新しい 50mm の新製品が出てきたもんなら、ものすごくね、やっぱり興味を示すんですよ。で、このレンズもですね、2年前だったかなに、3年前かなに出てきた時っていうのは、ものすごくやっぱ気になってはいたんですけど、気にはなってたんですけど、 えーまあ、まずね、この 50mm の焦点域でフルサイズって言ったら、えー、オータスですね。はい、オータス、えー、ツアイスのオータスのレンズが、えー、30万だか40万、40万近くするのかなの価格帯でありましてで、それがやっぱり星でもすごく、えー、性能がいいですしで、一般の写真でもものすごく定評が高いということで、大きい、重い、高いということで3拍子揃ってるんです,ですけど、まあ、あれが一番王者なのかなって思います。 で、その二つ目ですね。二番目にシグマの 50mmF1.4 アート。うん。あれはコスパに優れていて。はい。コスパが一番いい 50mm は何って聞いたら、おそらくあれがトップだと思います。はい。オータスほどの光学性能はないものの、それにかなり近い、肉薄した性能っていうのを持っていて。はい。で、あれもね、やっぱり星屋さんで使ってる方っていうのは多いですね。はい。軸上色収差も少ないです。 変なパープルフリンジとか、そういうものが、まあ、ほぼほぼ出ないのかな。はい。で、それに引き換え、このソニーの 50mmF1.4 っていうのは、最高ではないんですよね。うん、最高性能を持っているという感じではないんですよ。ですので、星で使うにはちょっとどうかなっていう不安もあったりとか。うん。で、まあ、一般のビデオとかね、で使うにはもう十分な性能だと思うんですが、まあ、そこそこやっぱりお値段がするんで、もうあと一押し。 もうあとね、背中一押し欲しいなっていうところもあったんですね。まあそういうのもありながら、まあずっと横目でね、あんまりこう直視せずに、向き合わずにっていうことで過ごしてきました。まあなぜなら、私が今使ってるのは 55mm の F1.8。まあそこそこ、えー、コンパクトなサイズで、お値段も 10, 10万円しないですし、まあ自分にとってはね、使い勝手いいし、数年前から、まあ京都に持ってってって、夜とかね、まあ明るいですから、言っても1.8あるんでね。 はい。使ったりとかして、まあ、まだに今それで撮ってます。なのでちょっとね、今日顔大きめに、あの、撮ってると思うんですけど、えー、55mm の F1.8 を F4 に絞ってね、えー、撮っています。はい。そんなね、50mm の焦点域のこの、まあ、こちらはね、55mm ですけど、えー、こっちは 50mm ですね。で、F も1.4です。で、お値段も、えー、価格コムの最安値をさっき見たら、えー、15万ちょっとです。15万ちょっとのお値段ですね。 はい。だから、おいそれとは手に入れることができないんで、はい。まあ、そこも含めてね、検討しなくちゃいけないんですが、まあ、たまたま一週間前にですね、映画風に、えー、もし撮影するんだったら、まあ、50ミリ近辺の単焦点レンズというのがおすすめだよと、まあ、ドラマチックに、印象的に、うん、撮れるよっていうことで、えー、そういう動画を投稿させていただきました。 で、そしたらね、その矢先、私自身がですね、週末にビッグカメラに行って、この単焦点レンズ、50mm の単焦点レンズと遭遇する羽目になりましたね。はい。たまたまね、α7R 系のカメラに、このレンズがくっついてたんですよ。で、展示されたんで、もうん、なんか使ってくれと言わんばかりにね、置いてあった。なので、私はまあそれを取り上げて、ファインダー覗き、で、えー、液晶モニターでね、まあ操作感を、このレンズをね、えー、ヘリコイド回したりとか、 ということをやりましたね。で、えっとね、やっぱりね、まあ、もともと分かってたことではあるんですが、一番違うなって思ったのは、このピントリングですね。ピントリングの挙動というか、その、動かした時のね、そのフォーカスの変化っていうのが、私が持ってる、もしくは私が他に持ってる E マウントのレンズとは、やっぱり違います。何が違うかっていうと、ソニーの E マウントの普通のレンズっていうのは、AF レンズについてる、あの、まあ、マニュアルフォーカスリングですね。 まあ、ヘリコイド。あのヘリコイドっていうのは、えー、早く回せば、早くピントが合掌するし、短い区間でも、えー、ボケボケの状態からさっとこう合唱します。短い角度でね。で、ゆっくりじわじわ動かすとなかなかね、ピントがボケからこう合唱っていかないんです。いつまでこうじわーっと回してもいかないっていうのがあって。つまりその回転角度。 ヘリコイドの回転角度に応じたピントの動きっていうのをしてくれないんで、そこが普通のアナログの、えー、マニュアルフォーカスレンズとの違いですね。そこが私気に入らなくて。バイ,イ,ババイワイヤー方式っていうんですか、はい、そこが気に入らなくて。はい。で、不満を持っていたんですね。で、そこがスピードによって、えー、その左右されてしまうんだったら、回転角に依存し,依存しないんで、 ヘリコイドの回転角によってピント位置っていうのが再現されないんで、電動フォーカサーを使ったりとかするときにすごくやっぱ不利じゃないですか。不利というか再現しないから。毎回毎回ね。うん。だから、やっぱりね、使い勝手が悪いんですね。うん。結論。で、それに対してこれっていうのは私何度か試したんですけど、何度か試したんですけど、まあ、こうやって何回か回すよね。 この親指の位置親指の位置がこの位置に来たら必ずピントは合掌してるねってなってるんだったらこれ何回やっても親指がここに来たら合掌するっていう繰り返し再現性っていうのがしっかり備わっていました、はい、でそこがちゃんとあるっていうこととあとまあ皆さんご存知でしょうけどこの絞りリングのね うん、絞りリングこの1611とかって書いてありますけどこれにデクリック機能っていうのがついててスイッチをオンにすると本来スチルの方っていうのは絞りっていうのを数字でちゃんと把握したいからカチッカチッカチッっていう適度なクリック感があってね、はい、自分が1段絞ったのか、うん、判断絞ったのかっていうのがまあ直感的に分かるわけですね。 で、それを無効にする機能っていうのがあって、でそうすると、えー、ビデオで録画中にね、録画中にもしね、これカチッカチッカチッってね、うん、段階的にこう暗くなっていくと、すごくやっぱり映像として汚いじゃないですか。だからビデオで使う方っていうのは、そのカチカチをやめてほしいんですよね。で、そのデクリック機能をオンにすると、スーッとこう連続的にね、連続的にその絞りの大きさっていうのが大きくなったり、小さくなったりってしてくれるんで、 なので、えー、映像っていうのは、ええー、まあ、かく、つくことなく、かくつくことなく、次第に暗くなる。次第に明るくなるってことで、まあ、手持ちでこうやってビデオ撮影して、えー、室内の暗いところから、室内の暗いところは絞りを開け気味にする。で、えー、室外、野外に出ると明るくなるから、今度は目のようにこう絞っていくってことを、じわーっとゆっくりやっていくことができます。はい。そこはやっぱりね、えー、マニュアルフォーカスレンズ、 でもやっぱりまあそういうことできますけどね。マニュアルフォーカスレンズっていうのは非常にビデオに結構向いてたりとかするんですけども、えー、こういうまあ最新のね、そこそこお値段のするレンズっていうのは、ちゃんとビデオでこういう使い方をするっていう想定もした上であの設計作られているんで、そこのところをね、えー、まあ恩恵を感じました。 はい。私が今使っている 55mm の F1.8 っていうのは、マニュアルフォーカスレンズは再現しないし、はい。で、こういう絞りリングっていうのはついていないんで、そもそも付いていないんで、カメラ側のダイヤルでカチカチカチってやるしかない。でそうすると当然映像っていうのは段階的に、こうガクガクガクって階段を降りるように映像っていうのは、録画中に暗くなってたりとかする。うん。そうすると、プログラムオート機能に頼ったりとか、 シャッタースピード優先モードにしてとかね、まあ、もしくは、えー、アナログですけど可変 n d フィルターを回しながら、えー、録画するとかっていうことをしなくちゃいけませんはい、ですが、えー、これについてはねそこをこうやってゆっくり滑らかに変化させることができるって意味で、まあ、やっぱりビデオに向いていて、えー、魅力的でしたね、はいまあ、この2つだけですごくね欲しくなりました はい。あと外観なんですけど、外観についてはね、まあ私今これ横並びで並べてますけど、写真で見るよりも実際にカメラについている、えー、そのレンズ本体を手に取ってみた方が意外と、なんていうかな、こう、高級感とか、うーん、まあそこそこのサイズ感というのがありますね。 この写真で見るとね、結構、あれコンパクトなレンズじゃないのっていうふうに思っちゃうんですけど、まあ実際にはここに書いてあるように、えー、フィルター径7 2ミ、mm、リです。ですので、だいぶ私が今使ってるのと違うよね。これは4 9ミリだもんだって。この5 5ミリの F1.8 のレンズは4 9ミ、mm、リなんで、だいぶ違いますよね。はい。で、これ7 2ミ、mm、リでしょ。 うん。だから、だいぶね、やっぱり大口径レンズを使ってるんだなっていう感じがしますね。はい。そこが違う。し、やっぱり前玉見ててね、すごく欲しくなるっていうのがありますね。外観としてはね、ものすごくやっぱり欲しくなるレンズだなって思いました。今までね、あんまりこのレンズと真正面から向き合ってっていうことはしなかったんですね。ついつい 50mm っていうのは私、下手にこだわりがあったんで、どうせ買うなら星でも使えるシグマの5 0の F1.4 アート、 これがいいよなっていうふうに思っていたんで。ですが、まあ私、えー、先日ビッグカメラで触って、そのビデオ特性の良さですね。マニュアルフォーカスレンズっていうのが、えー、まあマニュアルフォーカスレンズじゃないけど、オートフォーカスレンズのピントリングっていうのが、繰り返し再現性がちゃんと得られるっていうことであれば、電動フォーカサーっていうのをね、えー、うまいこと活用できますよね。最近私が進めている合戦のモザーエアクロス2。 のプロフェッショナル版についている iFocus M ってやつですね。あれを取り付けて、うん、このピントリングのところにギアつけて、で、えー、グリップの横のところで、あの7色に光るところのね、あのホイール、あれを回してピントを出すのかなってやれば、 まあ、野外とかでそこそこ開けたところでポツンと子供を立たせて、そこに合唱させるんだったら、まあ今の時代ね、よっぽどオートフォーカスとかで十分かなって。しかも野外って視認性が悪いから、あの背面液晶ね。外部モニターとか使えば別ですけど、背面液晶ってちっちゃいし、で、外明るいからなかなかピントの山が見えないじゃないですか。特にジンバル使ってる人っていうのはファインダー覗くことがあんまりないんで。はい。ですが、室内で、 うん、私がしっかりこうじっくり、えー、座って落ち着いていてどっしり構えた状態でジンバルなどを、まあ、使ってですね、まあえー、一番下の息子を取ったりとかね、まあ、ちょろちょろ動き回りますし、えー、予測できない動きをします。 はい、そういう被写体の、えー、目に合わせて合唱させるもしくは、えー、いじっているおもちゃ前傾にねおもちゃがあってでそれにピントを合わせるとかそこら辺の意図っていうのは、まあ、もちろんタッチフォーカスとかでねある程度、えーまあ、今のオートフォーカスの機能を使えば、えー、コントロールかコントロールすることはできるんでしょうが、まあ、ですがやっぱりマニュアルフォーカスでゆっ よりりゆっっくくじわじわとと合わせていくとかねそこら辺の操作感っていうのはやっぱりマニュアルフォーカスならではですし、まあ、最近のその電動フォーカサーっていうのをこう組み合わせてできる技かなって思ってるんですね。はい ですので、まあちょっと周りくどくなりましたが、まあ今ですね、私も、まあ、よっぽど、そのソニーの E マウントレンズとか、まあソニーのその新製品のカメラとかって、物欲が全然ないっていう状況だったんですね。アルファ6600が出てきても、まあ6500持ってるしいいかなって。 いうことで、まあ、特にね、あの欲しいっていう機種とかレンズとかってなかったんですが、まあ、唯一上げるんだったら、まあ、先日ビッグカメラでいろいろ見てきた中で、やっぱりこの 50mmF1.4 っていうのは、まあ、ちょっと気になるそうで、まあ、今更感ちょっとあるけどね。今更感はあるながら、まあ、やっぱり触ってみて、まあ、お値段、まあ、高いだけあるのかなっていう感じはしました。お値段が15万ちょっとですかね。まあ、価格込む最安値でね。 だからまあ普通に店頭とかで買えばもうちょっと17、8万ぐらいしたかな。はい。ポイントとかまあそこから引かれるんでしょうけど。はい。っていうことになりますね。ですのでまあ,あの余裕のある方はですねまあ私もお勧めしたいレンズかなって思います。ビデオにすごく向いていますしまあ多少大きい重いってなるけどね重さがね確か7、8 0 0七7 0 0ム台だったかなあると思いますんで まあそんなにねあのめちゃくちゃ重くて1キロ超えるっていうレンズではないんでジンバルでも十分使えます。はい。 し、まあそこはね、えー、っとちょっとあのジンバルでの運用、まあ特にね、最近私が推しているモザーエアクロス2に、まあ iFocus M での運用もすごく楽しそうですし、まあ従来の私が推しているパイロットフライアドベンチャー、うん、などで使っていただくことも可能ですし、まあただね、マニュアルフォーカスレンズというかあれか、まあオートフォーカスか <laughs>。これオートフォーカスだから、まあちゃんとね、例えば α73 とかにつければ、まあ普通に AF で、はい。 あの人を撮ることもできますしね、はいはい、なぜねやっぱ純正のレンズっていうのはまあサードパーティーに比べて、まあ、そこら辺の自由度が高いんでねはいなのでまあ,あのちょっとお勧めしたいかなって思います。まあ、もしね私がこれを買うとしたらそのまま側近でこの1 5 6万なり17万なりっていうお金をポーンって出すんじゃなくておそらく何かのレンズをね生贄にすると思いますね。 まあ今で言うんだったら、まあ、最近使用頻度が仕事以外ではあまり使ってない7300、7300、ね、のレンズがあります。あのレンズを売ればいくらぐらいになるのかちょっとわからないけど、まあ、それとの差額でこれを買うんじゃないかなって予測してますね。はい。まあ、そのあたりの過程もですね、もし私が買うってなったらね、まあ今こうやってかあの語ってるだけだから、うん。 あの、買うかどうか全然わかんないし、本当に買うってなったら僕ね、結構すぐ買う、買っちゃうタイプなんで、今まで結構そうしてきたんでね。うん。まあ、もし買うってなったら、まあ、そのような経緯も、経緯もまた、あの、お伝えしたいと思います。はい。そんなわけでちょっと長くなりましたが、今日はね、えー、今更ながらですが、えー、プラナーのね、50mm f1.4 のレンズについて、えー、雑談させていただきました。はい。えー、できればね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。